キャベツの肉巻き蒸しを作ります。キャベツ4分の1個は芯を切り落とし、繊維が直角になるように千切りにします。ネギ10センチはみじん切りにしましょう。豚バラ薄切り肉10枚を1枚ずつ広げ、塩コショウ少々を振ってキャベツを等分にしてのせ、手前から巻きます。同じものを合計10個作りましょう。耐熱皿に並べ、酒大さじ1を回しかけます。ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで5分加熱して、ラップをしたまま1分置き、余熱で肉に火を通しましょう。ボウルにネギを入れ、塩小さじ3分の1とレモン汁大さじ1、ごま油大さじ1、白いにごま小さじ1を加えて混ぜ、ネギ塩だれを作ります。器に盛り、ネギ塩だれをかけて完成です。キャベツとささみの塩だれあえを作ります。キャベツ6分の1個は細切りにしましょう。ボウルに入れて、塩小さじ3分の1を加えて揉み込みます。5分ほど置いて水気を絞りましょう。ささみ2本は耐熱容器に入れて、フォークで数箇所穴を開けます。酒大さじ1を加えて、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで2分ほど加熱して粗熱を取ります。食べやすい大きさにほぐしましょう。ボウルにキャベツを入れて、ささみを加えます。塩小さじ3分の1、ごま油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ2分の1、胡椒少々を加えて和えましょう。器に盛り、白いにごまを散らして完成です。モッツァレラロールキャベツを作ります。モッツァレラチーズ1個は4等分に切ります。玉ねぎ2分の1個は薄切りにしましょう。耐熱容器にキャベツを4枚入れ、水大さじ1を加え、ふんわりとラップをし、600ワットのレンジで3分、柔らかくなるまで加熱します。取り出し、粗熱を取り、キッチンペーパーで水気を拭き取りましょう。豚ロース薄切り肉をキャベツ1枚に2枚のせ、塩コショウを少々かけます。モッツァレラチーズを手前にのせ、キャベツの両端を折りたたみ、手前から巻いていきましょう。爪楊枝で留めます。同様に計4個作りましょう。鍋にオリーブオイル大さじ2分の1を熱して、玉ねぎを入れます。しんなりとするまで中火で炒めましょう。カットトマト缶2分の1缶、コンソメ小さじ2分の1、塩小さじ3分の1、胡椒少々、水 150cc を加え、煮立たせます。ロールキャベツを並べ入れ、蓋をして弱火で15分煮ます。爪楊枝を取り、器に盛り、パセリを散らして完成です。チーズとトマトソースが相性抜群です。